まにサングレンズを検査されたレンズってめちゃくちゃ少ないんですよ。サングラス購入されてるかっていうちょっとレビューを見たいなと思います。何を変更したかっていうと、まずは、はい、本日ですね、なんで高いのに売れてるの、サングラス1年経過発表していきたいなと思います。ということで、こちらですね、僕が昨年から販売してるサングラスになるんですけども、サングラスってね、なぜつけますか？まあ、カッコつけるとか、なんかちょっと気分が上がるとかっていうのでつけるっていうのももちろんそうやと思うんですけど、ある程度以上の大人になってくると、サングラスかけてて、やっぱり運転がしやすいとか、UV カットがあるとか、まあそういうのって大事じゃないですか。まあ、目を守るっていうところもね、あるかなと思うんですけど、僕もね、今までいろんなサングラスかけてたんですよ。てか、サングラス好きやから。で、めちゃくちゃいろいろかけとって、つけてたわけなんですけど、実は、なんか、運転の時にあんまりかけたあかんサングラスとかもあるんですよね。かけたあかんっていうか、かけたらダメなレンズっていうのがあったりして、それはね、商品のタグのとこに、ファッション用グラスって書いてあるんですよ、商品名が。だから、サングラスとは書いてないんですね。で、サングラスって書こうと思うと、しっかり検査とか行われたりとかしないと、運転の時につけたあかんとか、そもそもこう夜につけたあかんレンズとかもあったりするんですよ。で、そんなんで分からへんじゃないですか。僕もね、工場行った時に、もちろんこのフレームが作られる様子、このサングラスのフレームがこうやって作られていく様子っていうのもそうなんやけど、プラスレンズはまた別なんですよ。で、レンズはレンズの会社さんがあって、ちゃんとレンズの濃度とか、あとパーセントとか見たり、あとこう遮光性っていうか、いがみがないかとかっていうのもちゃんと検査されて、高速道路の運転なんかこう、目がちゃんと合ってないのにやったらめっちゃ危ないですから。で、そういうの見てみたら、意外と世の中に、ほんまにちゃんとレンズを検査されたレンズってめちゃくちゃ少ないんですよ。ほんまにね、去年その動画出した時に、あ、僕が持ってるサングラスも確かにファッション用グラスって書いてますっていう方がいらっしゃったりとか、このブランドでもそうなんですかっていうのがあって、別にそのブランドさんが悪いとかそういう話じゃなくて、ちゃんと検査されたレンズやったら運転手かけてもいいよっていう風になってるので、まあ、そういうのをね、知った上で購入するか、全く知らへんとかけてて、なんかこれいつもかけたら気持ち悪なんねんなっていうのって違うじゃないですか。そういうのを見ていただきたいなと思うんですけど、これなんで今回作ろうかなと思ったかっていうと、僕まあ作る気全くなかったんですけど、実は今年からちょっとサングラスの仕様変えたんですよね。それを踏まえた上でちょっと紹介してほしいっていうお声がありましたんで、今現時点でもしかしたらもう予約の分がないかもしれないんですけど、なかったら他ブランドさんとかでもちゃんとこうファッション用グラスじゃなくてサングラスって書かれてるやつがあるので、そういうのを今後ナスに向けてされるのがいいんじゃないかなっていうことで、皆さんがどういう考えでサングラス購入されてるかっていうちょっとレビューを見たいなと思います。僕のこのサングラス購入して3ヶ月目使用、夏の前から夏の終わりまでかけて車の運転とか遊んでる時とか今までかけてきてサングラスが疲れませんでしたと。個人的には目つきが悪いのでレンズがもう少し暗く目が見えるか見えないかぐらいが良かったですということで、そういうお声いただきました。で、新品の状態なので調整とか、これ実はアセテートっていう素材やから調整ができるんですよね。ご自身でできる方もいらっしゃるんですけど、ちょっと難しいって方は全然僕に連絡ください。もういくらでも調整はするので、で、僕が調整できる部分でしてほしいっていうのであればするし、いや工場に持っていってほしいなんて工場にも全然持っていくので、アセテートはどうしてもねずっと使ってると調整もしやすいんですけど変形もちょっとしてきやすいので、そういうのはね全然送ってきてください。レビュー遅くなりました。質感かけ心地ともに最高でしたということで、レンズから通して見る景色がこんなに綺麗に変わるんだって感じましたということを言っていただいたんですけど、ただウェリントン型が個人的には似合わない形でしたということなんで、ウェリントンってこういう感じのやつで、こう横に長いやつがあったりもっと丸いやつがあったりするんですけど、このウェリントンの形って一番日本人に合いやすいっていうことなんですけど、全員が全員合うっていうわけじゃないので、例えばね、面白いのがね、僕丸いのあんま似合わないんですよ。なんかふぬけみたいになってくるでしょ。ちょっと丸いのは似合わへんから、これはちょっと違うブランドさんなんですけど、丸すぎると可愛くなるし、横に行きすぎるといかつくなってくるので、まぁ、ちょっと難しいんですけど、一応僕はウェリントンが好きやなんで、それを作らせていただきました。顔が大きいせいか、こめかみが痛いっていうお声があって、今年からそれちょっと変えたんですよ。以前までのっていうのは少しカーブがかってフィットするようには作ってたんですけど、今年からあえて、あまりカーブをかけずに、こうまっすぐストンと行くような形にしてるので、逆に僕みたいに細い人とかやったら少しちょっと余裕があるような形なんで、キュッて締めてもらってもいいですし、もう僕は締めんと、もうこのままつけてるんですけど、基本的にサングラスは鼻のここと、こめかみのこの3点でかかると痛いところがないんですけど、ここだけで止まってるとか、鼻だけで止まってるってなってくると、鼻がめっちゃ痛くなってきたりするので、しっかり3点でバランスよく止まるようになってるっていうのがいいかなと思いますけども、こういう方のおかげで曲げをやめようっていうことで曲げないようにしてます。ただ去年のモデル持ってある方で、曲げをちょっと調節してほしいと、このタイプにしてほしいっていうのであれば全然できるので、それも連絡していただければ、まっすぐにしようかなと思いますので、ご連絡お待ちしております。で、私は眉毛の位置の左右差が結構あるので、あまりフレームが目立つようなメガネは違う風な眉毛が強調されて似合わないと思ってましたけども、透明のフレームが問題を解決してくれましたと。で、今年も出してないんですけど、透明のフレーム去年までは出してたんですよ。で、それをつけていただいて、結構透明はね難易度高いんやけど似合う人めちゃくちゃ似合うんですよね。で、レンズに関してはグレーレンズが目が透けて見える、これ実はね濃度があって、濃度がね確か 61% かなんかっていうパーセントがあるんですけど、濃度が 10% とか 8% とかになってくると、確かね 10% 切ってくると
夜の運転でつけたらあかんとかっていうのがあるんですよ。だから僕やってるのはもう全部 40% 以上にしてるので、まあ、商品ページには書いてるんですけど、ブラウンとブルーは61とか69とかそんなあたりにしてるんですけど、60とかになってくると結構目が見えてきますね。ブルーとかやったらこうやってかけとっても目が全然見えたりとかすると思うので、特に夏場とかってもっと光が激しくなってくると全然目は見えるんですけど、暗いバージョンもね実は作ろうと思ってて、今 13% の、まあ、目があんまり見えへんやつも作ろうとしてるんですけど、まあ、それは夜はつけれるのはつけれるんですけど、まあ、できたら外してほしいなと思いますけど、そんなも作ろうかなと思ってます。早速週末のドライブに使いたいなと思いますということで、まあ、ロングドライブとかでもつけてもらっても、そのレンズで目が疲れるってことがありえないので、全然使ってもらっても問題ないかなと思います。大事に使っていきたいですってお声いただいたりとか、せっかくやから長く使ってもらいたいなと思います。この方もそうですね、今までサングラスかけると車酔いのような感覚があったんですけど、今回全くありませんと、まあ、そういうちゃんと検査されてるレンズっていうのがあるので、まあ、そういうのをね選んでいただいたら、僕だけじゃなくていろんなブランドさん多分やってると思うので、有名なブランドやからやってるっていうわけじゃないんですよ。だからその辺とかもタグ見るときに必ずファッション用グラスって書いてるか、ちゃんとサングラスって書いてるか、そこはほんまに見ていただけたらね、自分の目ってもう返ってこないですから、見ていただけたらなと思います。例えば某メーカーのサングラス買って目が疲れてしまって使用しなくなりました、3万円したけども、そういうファッション用グラスやったらしいんですね。だからあんま値段関係なくて5万でもファッショングラスのやつがあったりするんで、そのあたりは気をつけていただけたらなと思います。ちょっとかける分にやったらいいんですけど、それで運転とか長時間かけるってなったらもう目めちゃくちゃ疲れてくるんですよ。で、まあレザーのサングラスケースもぶちかっこええということで喜んでいただきました。こちらですね、まあこれは購入していただいた方にプレゼントしてるんですけど、ここが磁石というかこうカチンってひっつくようになってるので、まあ、サングラス入れるだけじゃなくてもメガネ入れてもらっても、あの普段かけてる老眼のメガネとか入れてもらっても全然いいんですけど、まあ、これでリュックの中ポンってぶち込んどいたら、使うときは使ったらいいし、使わへんときはこの中でポンって入れとけばいいみたいな感じで、一応プレゼントっていうかさせていただいております。今年も継続でやろうと思ってるので、多分予約していただいた方には届くと思いますので、楽しみにしておいてください。ということなんで、何を変更したかっていうと、まずはこのパッドなんですね。この鼻に当たるパッドの部分っていうのが少しやっぱり調整が難しいっていうお声が去年多かったんですよ。だからその鼻のパッドをやめようっていうことで、ちょっとこれは工賃も上がったんですけど、だから去年の分持ってはる人は鼻のパッドを変えることはできないんですけど、角度とかは変えれるので、今年から鼻のパッドを変えたっていうところと、あとここに鎧をつけたんですね。鎧部分にちょっと金具をつけたっていうところで、ここに金具がついてるの分かりますかね。でこっちの横にもついてるんですけど、まあここに以前まではついてなかったんですけど、つけてみたりしたら、まあ例えばこういうアクセサリーとかシルバーがこうあったりしたら、シルバーと色がこう被ってくるかなと思って、こういうなんか微妙なとこなんやけど、この微妙なところがちょっと変わってくるじゃないですか。例えばこうブルーのレンズやったらもうデニムとか絶対相性いいから、夏場だけじゃなくて秋冬とかになってくるとブルーブルーはもう絶対合うので、まあこれでいってもらってもいいかなと思うし、まあ一番人気のやつは実はブルーじゃなくてこのグレーなんですよね。でグレーってパッて見たら黒っぽくは見えんねんけども、太陽とかが当たってくるとこうグレー感が出てくるんですよ。そういう人なんかはこういうマウンテンパーカーとかでもうオールブラックとかで行くっていうのもいいかなと思うんですけど、こんな感じでいいかなと思います。だから変更点としてはこの鎧部分と鼻の部分だけ変えて、あと新色でブラウンを入れたっていう感じですね。ブラウンは色のまああれにはよるんですけど、どっちかっていうと瞳孔が開くんですよね。クッと開くので、テニスプレーヤーとかの人とかって結構よく使うんですけども、こう海とかやったら逆に瞳孔をバッて開いちゃうので、まあ、それよりかはもしかしたら暗い方がいいかもしれないんですけど、こうサングラスやったらちょっと顔が暗く見えるっていう人なんかはね、あえてブラウン入れて明るくするっていうのもね一つの手なんかなっていうことで、例えば緑のあるような場所とかやったら、まあ写真でもここあると思うんですけど、逆に生えてくるというか顔が明るくなってくるので、そんな感じで新色追加しました。でもう一個新色年内に追加したいなっていうのが、一応オールブラックっていうかハリウッド映画のメインブラックみたいな感じの、あの真っ黒なやつ作ろうかなと思って、それはさっき言った 13% になってるので、夜の運転は一応できるのはできるんですけど、夜の運転が確か 8% 以下はあかんとかっていうのがあるので、法律的にね、それは一応できるようにクリアはしますけど、まあ、普通のレイバンの真っ黒とかとあんま変わらんような感じかなと思いますので、またそれもね楽しみにしといてもらえたらなと思います。なので今年の夏とかにサングラス欲しいなという方がいらっしゃったら、サングラス屋さんとかメガネ屋さん行ってタグ絶対あるので、そのタグの下のところを見ていただくっていうのもそうやし、これはまあアセテートっていうタイプの素材なんですけども、まあ、これがプラスチックになってくると調整ができないので、そのプラスチックってその量産でカタン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 って作られてるだけなんで、調整がもう全くできないので、もうずれてるもんはもうちょっと仕方ないというか、そういう風になりますし、アセテートやったらこう調整できたり、あと金具のやつとかやったらめちゃくちゃ簡単に調整もできたりとかするので、なかなかこう人によって左右非対称とかあるじゃないですか。そういうのが合わせやすくなったりとかするっていうのもそうやし、まあアフターサービスとかも基本的にはあると思うので、で僕のやつも買ってもらった人でちょっと合わへんっていうのであれば連絡していただけたら、あの何回も言ってるんですけど対応っていうのはさせてもらうので、ただ鼻のこの部分を変えるとか鎧を入れるっていうのはもう昨年モデルのやつはできないので、その調整とかだけにはなっちゃうんですけど、今年モデル買っていただいた方ももちろん同様にこう調整とかはさせていただくので、ぜひつけてみてください。まあ基本僕多分 Vlog とかでつけてる時っても全部これなんですよ。鎧のところに金具があるってなったら今年
年バージョンつけてるなってなるし、ついてないやつつけてるときは、あ、去年バージョンつけてるなって思ってもらったら、家に両方あるので、その時の気分でパンって持っていくので、どっちつけてるかわからなくもあるんですけど、今年だけじゃなくて、来年もね、これから夏は絶対来るから、自分にこう合うサングラスが皆さん1個は見つかればいいなと思うし、別にこれだけじゃなくてね、いろんなサングラスがあると思うので、サングラスはもちろんかっこよくしたり、自分の気分を上げるのはそうなんやけど、それは20代までにして、30代以降は、それでプラスアルファ、裸眼と同じように見えてるって、どんだけ難しいかっていう、このレンズ1枚かますだけで気持ち悪くなったり、視力が下がったりとかするってなったら、それを普通に見せる方が難しいんですよって工場の人に言われて、へぇ、そういうことがあるんや。例えば、老眼のメガネもそうじゃないですか。上と下で見える、見方って変わりますよね。端っこで見ちゃうと伸びてるように見えるけど、真ん中で見てると綺麗に見えたりとかするっていうのと全く同じように、結構レンズも奥が深いんですけど、まあ、僕は日本のサバエっていうところで、もう全部、位置から、フレームから、レンズから、すべてサバエのところで全部作ってるので、まあ、修理っていうのも全部そっちには持っていくんですけども、まあ、オンラインなんでね、僕の場合は。だから怖いっていう方なんかは、やっぱり店舗にいて、店舗でこう書き張って、まあ、自分に合うなとかっていうのをね、探されるのが一番いいんじゃないかなということで、本日はですね、サングラス1年経過してみてという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。